はい、マッソー正蔵でーすね。猫ひろしね、カンボジアの国籍取得しててマラソン出れたらいいですね、オリンピックね、応援してますということで、今日は猫ひろしネタじゃないし猫ちゃんのネタいきたいと思いますけどね。猫ちゃんにでこでてごめんなさい、カミカミなんですよいつもね、ほんま。猫にねドッグフードを食べさせてもいいかっていうことをね質問を受けましてね、これ正解はまあまあ別にいいそうです、いいんですけど、犬猫と区別ないそうなんですけど、いいそうなんですけど、猫っていうのはね犬と違いましてね、どうしても摂取しないといけない栄養素っていうのが必要らしくて、その一つが魚、肉、貝に含まれているタオリンっていうアミノ酸が猫には必要らしいんですね。でこれをかけると猫の目が見えなくなってしまうということで、まあ、キャットフードには必ずこの必要な栄養素が入っているんですけど、ドッグフードには入ってないんで、まあ、気をつけてくださいねということなんですけど、まあ、猫がこういうふうな、タオリンというアミノ酸を、ね、食べないと目が見えなくなる、まあ、猫目って言いますけどそういうことですかね。あ、そうや、バンナって見えへんの猫目とか言うけど、そう、あとあれ鳥目や、何言ってんねん。バカだね松尾は。ありがとうございました。笑ってごまかしましょう。鳥目ですそれは。